あとです、こんにちは、こんばんは、農家との編集でお送りしています1分間委託。今日も情熱かさ、チャンネルのニュースの虎川から衆院選カウントダウン、初日から大荒れ、この吉風先生を支援のあの団体が萩生事務所に突エンド、この罵声、立憲民主党の野田代表、革命革新的増税を高らかに宣言、公示後第一声はこの、八王子で、この犬笛ですね。はい、ちょっと個人的ですけど、公示されたのがこの月曜日ですね、15日、14日かな、あ、そうですね、14日ですね、この10月の14日、13日、私、この、YouTube の収録で、3回ですけど、この窓を開けて翔太突然、なんかスピーカーから大きな声が出て、ある政党かなのこのあれですね、政治活動ですね、まあ衆議院が翌日告示されますので、まあ2、3分でしたけど、びっくりしましたけど、普通の市民でもびっくりしますけど、このやり方がちょっともう、子供じみてますね。もっと、この、大人の対応が求められますね。この、まあ、お金と政治の問題もわかりますけど、萩生田事務所でこの罵声を、ボリューム上げて、すごいです。私も、まあ、政治家のそういう、は、ちょっと、きちんと選挙管理委員会に登録しての、そのスピーカーしよう、そういう選挙活動ですね。でもちょっとやり方がちょっとあれですね。もう大人げないですね。それと、まあ、どうですかね、それぞれの、与党、野党のこの選挙のこの、のスタイルがありますけど、まあ自民党はずっと福島で第一声を上げる。そして、立憲民主党は完全なお金とそのあれで、この八王子ですかね、この萩生田のところで上げるという、まあ社民党は沖縄で上げるとか、いろいろこの、各地戦略がありますけど、なかなか本当に健全な与党が育てないですね。本当に、今回も数字で、この内閣支持率とこの、政党支持率 50% を切ったら、その政権交代はあり得るけど、なかなかこの参議院の元の青木さんですかね、ドンが言ったこの政党支持率と内閣支持率が、今 80% ということで、もう政権交代はありえないですね。本当に、この、きちんとしたこのあれですね、もうだらしないですね。与野党がきちんとそういう、本当に、ということで感じしますね。このちょっともうありえないですけど、この一個人としてこの情熱かさんを完全に立憲民主党のこの完全な政治の顧問にしてくれという感じで、それぐらいできちんと指導してもらいたいなという思いがありますけど、現実はそうもいかないんですね。それぞれの主張立場があって、まあ情熱さん曰くこの超右も超左ももうダメということで、自民党に置きを据えたいなら、まともな健全なこの防衛研究、そういうのこの国民主党と維新の会ですね、なかなか、まあ野党の第一党が立憲民主党で、本当に、いろいろかつてのこの民主党政権の、担った方々がですね、長島さんはあれですかね、今、その時の民主党の防衛を担当、政務次官だったかな、ワシントンになんか説明に行ったんですけど、その長島さんですかね、今、石破さんの防衛の補佐官したり、この、前原さんですね、代表も務めましたけど、完全に維新の会に行ってますね。それともともと、国民、民主はもともと旧民主党の流れですね。本当に、私の個人の的な考えでは、健全な、この野党がなければ健全な与党もないということで、きちんとそういう、まあ、ありえない話ですけど、一、これ個人の考えとして、立憲民主党、この維新の会、国民主がそれぞれ回答して、中道日本ですね。ちょっと、ちょっと過激ですけど、保守党日本かね、日本保守党かね、それを生まれていますけど、中道日本というのもあれば、真の自民党ですね、真の自由民主党ですね、そういう感じで、本当に、
何一つと変わらない、自民党、自由民主党ですね、そういう勢力が完全な横綱ですね、まあ相撲に立てれば西と東の横綱、本当に健全なそういう論争、政争、この安全保障、このまだ防衛にしても経済にしても完全な、日本国民のためにそういう戦ってほしいですね。まあいい、まあそれは、理想に過ぎないかもわかりませんけど、日本はこのイギリスの議員内閣制を採用してますね。まあイギリスはそういう保守と労働党、また第3党は自由党ですかね、流れもありますけど、今回14年ぶりに完全にこの保守と労働党ですね、が完全に急進派を切り捨てて、完全に政権10年分脱会しましたね。なかなか首相が覚えにくいですね。なかなか知名度が、前回はこのスナク首相でしたかね、いろいろとこのジョンソンの前首相もウクライナ支援を頑張っていますね。あと女性の首相はですかね、はい、そういうこの流れですね、まあ、労働党は、イギリスは特に、政権能力も十分に過去に実績、ね、ブレア首相等がありますので、あります。また、アメリカはこの二大政党制ですね、この、まあ、民主党、この、と共和党、まあ、いろいろこの、独立の13州からその歴史、大統領選です。日本とは違う、そういういろいろまたこの、州によって、長い、この、今回も11月3日ですかね、トランプか、ハリスか、どうなるかわかりませんけど、そういうことですけど、いろいろとこの、この、自民党とこの、この青木さんによれば、この、この内閣支持率と、この、この政党支持率でこの 50% 切ったらやばいと言ってましたけど、今度80代で全体これもう無理ということですね。それとこのアメリカの大統領選では13の鍵ということで完全に、まあ、ある学者はハリスに丸つけてますが、どうなるか分かりませんね。まあ、この石破さんが完全に外れましたですね。大方の予想は外れて、そう政治は一瞬は闇ということで、完全にこの、石破さんが、前回は石破さんが1位になったら2位3位が連合して安倍元首相がなったですね。今回は1位が高市さんでしたけど、2位と3位がこの連合して石破さんが、逆転しましたですね。本当に、大方の専門家、私もそうですけど、小泉さんが来るからと思ったら本当に石破さんって本当にいいですけど、まだまだ書きませんけど、情熱かたチャンネルのニュースの虎川をウォッチングしていきたいと思います。なかなか私自身も、あれですね、そういう中道日本という立場ですね、本当に、そういうまあもう恥ずかしい、コメントですけど、はい、まだまだ勉強不足ですね。はい、情熱から3年のニュースの虎川から衆院選カウントダウン、初日から終わり、吉布先生を支援のあの団体が萩生田事務所で突エンドバス、立憲民主党野田代表、革新的増税を高らかに宣言、公示後第一声はこの八王子で、犬部、完全な、ですね、個人的な意見ではこの、このジョネさん、立憲民主党にきちんと指導して、顧問、最高顧問じゃないですけど、そういうのに、というのが本当に、野田先生を、野田代表をきちんと指導して、健全な与党ですね。まあ、だいぶ左派を切り締めましたけど、完全な、まだ政策、そういう安全保障、きちんと、ジョネ司の、この、大指導元にという、もう一個人の、完全な、情熱かささんの、ですね、引きでしてますけど、引き続き、情熱かさチャンネルニュースの動画をウォッチングしていきたいと思います。今度の27日ですね、東京、党開票、組の、審判ですね。はい、日本のための政治家が一人でも多く、出てほしいと思います。マサトです。マサトの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタン等よろしくお願いいたします。また聖書を生まれたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いします。次回の1分間入宅でお会いいたしましょう。マサトでした。塩原です。パーセンプロジュシャロム。